とマーブル。特製ミートパイだ。いただきます。やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。うちそれを先に言え。やめてんのかこのガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ、困ったお客さんだな。片付けろ。たくたーりーな、俺に何の用だよ。豚が喋ってる。いちいち驚くの、これだから田舎者は。ホーク、床掃除頼む。ち、めんどくせえ。残飯処理係も楽じゃねえぜ。たく、もうちっとマシな残飯食わせろよな。豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまい、ここの残飯最高。7つの大罪？おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ、王国全土から集められた聖騎士様が何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら7つの大罪よ。聖騎士長様に至ってはあまりにむごい殺され方で見れた姿じゃなかったって言うじゃねえか。壇上のメリオダスってのがまた恐ろしいやつだな。国一個滅ぼしたって話もあるくらいだ。
諦めたらどうだ。ああ、エンチャントヘルブレイズ。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。誰だ。この子が七つの大罪。ありがとうございます。ここは、あの、私はなぜ。ふらっと店に入ってきていきなりぶっ倒れたんだ。お前店、豚の帽子で俺の店だ。あなたがマスターさん。おかしいか。いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった。スカだけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ、シャネル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか。よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんも。フォークじゃねえ、フォーク。していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。おどうだ、まずいだろ。はい、やっぱり。でもすごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ。探してるんです、七つの大罪を。なんでまた、生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる。そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士ホーク。この豚が七つの大罪ですか。なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。騎士を愚弄するとはいい度胸だな。ハリオニさん、裏から女が逃げました。何、急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビ抜きした。おい、来るよ。
大罪の一人を追い込んだとあらば相当な手柄。そうなれば俺もいよいよ聖騎士見習いに。なんだ、どうした。豚が突進してきます。の滞在を探してるんだ。聖騎士たちを止めるためです。聖騎士を止めるって何から。聖騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろうが。でもその確認に戦をもたらそうとしていたら、先日聖騎士たちの手により国王以下王族の者たちが次々と拘束されました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。それは聖騎士たちが流したデマです。彼らが何のために戦を始めるつもりなのか分かりません。ただ王国と周辺の町や村から人々を強制的に集めては着々とその準備を進めています。じきにこの辺りにも影響が及んでくるでしょう。マジかよ、大変だな。のんきだな、おめえは相変わらず。でもさ、それと七つの大罪とどうつながんだ。唯一聖騎士たちを止める希望があるとすれば、七つの大罪だけなんです。
2名死亡ってことでいいか。お前たち何を勝手に生きておる。わしの死亡決定を変更するでないわ。勝手に決定すんな。してどちらが七つの大罪とおぼしき人物か。どちらも手配書とは似とらんようじゃ。これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり恩美は決定。エリザベス王女。エリザベス王女？エリザベス王女っつったらこの国の第三王女様じゃねえか。恩美には王国から捜索指令が出ておりましてな。生きたまま捕らえよとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょうな。決定事故死。ほらこれ。おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして。私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、
ちゃ誰を頼ることもできなくて、なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。まさか、そんな、あなたは、だって、そのシンボルは、獣の、いえ、ドラゴンの。うわっ！わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。決定、この尋常ならざる力はあの伝説の。うわ、七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの6人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれるんだかな。一緒に行くだろ。はい。ツインゴ様、しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。行くぞ、次の町へ出発だ、ホークママ。
人がたくさん集まってますね。お祭りでしょうか。ウィッス。お豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を。なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。